を決定、この人本人はどうしても届かない。ありがとうございます。かわいい神木隆之介さん、賞金15万円。神木君、今のは何、今のはどうした、噛んできた。あ、もうなんか噛んです、分かんないなと思って。はい、噛んできた。はい、やった。やっぱ本人はどうしても早かったも2位やね。やった。いや、もう本当に全部歌詞や、ね、題名見ちゃいましたから ね、はい、残念ながらすごい15万円。15万、はい、嬉しい。ありがとうございます。これはあの番組のメンバーでどっかご飯行くとか個人のものにするの？はい、個人のもん。あ、いや、いや、ま、はい、後々はい、じゃあ神君にボーナスクイズ。2010FIFA ワールドカップ南アフリカ大会の4試合を瞬間最高視聴率が高い方から順に並べてください。レディーゴー。それではチャンピオンの答えです。はい、答えません。はい、答え、チャンピオンは BADC と答えました。あー、分かんない、サッカー分かんない、はい、答え合わせいきます。どうぞ。 B、 そして、そして、 BC、 おめでとうございます。見事賞金30万円です。やったな、神くん。30万円、すごい、やったよ。いけ、ね、はい、ありがとうございます。いいんですか。どう、感想どう。いや、なんか、いやもう勘ってすごいですね。いやいや、もう番組としての神くんが助かる。いつも勝負ですが、どんなよねえ、すごくいいです。よかった。いや、はい、あ、じゃあ半分番組で半分自分で使いましょうね。 あの、お母さん欲しいもの買います。あ、お母さん欲しいもの ね、 そうね。はい、ありがとうございました。おめでとうございました。賞金30万円です。さあ、そろそろスプリントレベル手挙げたままでお願いしますよ。皆さん手を挙げちゃダメよ。8に選びます。そしてタイムトライアルです。一番早かった方になんと賞金50万円ですね。そうです、なんとですね、ベストタイム賞として50万円ご用意しております。そして10メーター走り切っただけで5万円もらえます。そうです、スプリントレベル。ただし10メーターを60秒以上かかると失格です。皆さん10メーター60秒切れますか。あ、じゃあまず回復。さあ、超10メートル走の選手が決まりました。呼ばれた方は前の方にお越しください。田中拓司君、篠田優君、加納栄光君、杉浦太陽君、山崎芳生君、神木隆之介君、土井君、中尾明義君、どうぞ前の方へお悩みください。一番早かった人が50万円です。そして1分以内に完走したら5万円です。今日も30万取ってるもんな。はい、頑張ります。いける。はい、あれ、体重が軽い方が圧倒的に有利なんですって。俺、中尾君いると思うね。僕でもちょっとバランス感覚、スピードはあるんですけど、バランス感覚があるかなっていう。一か八か行ったろう。もう行っちゃおうと思ってます。一か八か4秒ぐらいで行ったろう。行ってやろうと思ってますから。もうかるもん。もう絶対そーっと行く気ないでしょ。はい、ね、何しに来た。いや、何しに来た。あの、綱渡りです。いや、綱渡り、綱渡り、はい、お前、綱渡りやったらできへんやろ。やります、頑張りますよ。はい、ボールどうなの。僕結構こういうの得意ですし、もう落ちてもいいっていう気持ちでブワーってものすごいスピードでいきます。あの下の板を触ったらもうファールで失格ですからね。だから板に胸毛絡ましたりしたらダメよ。どうどう、太陽、高いの大好きなんですよ。そう、だからもう気合でガーいったのかなって。これ絶対みんな気合でいったろね、杉浦君。ずっと男気嬉しかったけど、はい、はっきり言ってこの体重無理やで。その不可能可能に変えて、すごいしなんの。横にね、さっきやったら体重の重い子やったらうわー揺れるの。そう言われるとすごく不安になるんですけど、はい、でも頑張ります。はい、おい、松葉ガニ何しに来たよ。誰です松葉ガニって。お前またあの上で餌でも食おうなんちゃうかも。いやいや、これ松葉ガニ違うんで
です、渡りに来たんですよ。渡りが、あ、ちょっと出していいな。いける？絶叫マシンとかで僕絶叫したことがなくて、あんまりその怖さ感じないんですよ。絶叫マシンじゃないですけど、あんま怖さ高いとこ大丈夫なんで。あ、そう。一気にかけて、はい、一応ね、レーン2個作ったの、はい、絶対誰か途中で立ち往生するやつ取ると思うね。落ちるのもできずに、その場合もそれほっといて違うレーンから始めるからね、はい、うん、いいですか。ほんなら落ちる時に変にそのここを蹴らんといてね、落ちる時は危ないってこう踏み切るとね、ネットはそんなにないぞ。はみ出る場合あるんですよね。ちょっとそれをつけてくださいよ。安全はね。ネットの幅も狭いんですか。ネットはもうちゃんとネット目がけて落ちたらいいだけのことやから。もしネット外れたらどうなるんですか。そのまま家帰って帰れるかな。はい、では期待してください。ナンバー6番神木隆之介、頑張ります。とりあえず城田さんには頑張ってほしいです。頑張って、頑張れ。エントリーナンバー7番、ガレッジセールゴリー、来ました。僕名前、金曜ドラマスペックから神木隆之介が挑みます。位置について、金曜スタート、よーい。17歳の神木隆之介、若さに任せて、さあ飛び出す。山崎芳生のタイムは8秒1。しかし神木は着実に前に一歩一歩進んでいる。1993年生まれ、17歳の神木隆之介、金曜ドラマスペック10月8日金曜日夜10時スタート。初回は15分拡大だ。神木隆之介真ん中は越えた。さああと半分だ。神木が行く。残りはわずか3分の1ぐらいか。制限時間は60秒。集中している。神木隆之介、神木がいった。当たりすぎました。お疲れ様でした。43秒後、山崎さんのタイムには及びませんでしたが、慎重に一歩一歩進みましたね。はい、もう8秒って言ったら無理なので、確実に狙っていこうと思いました。実際渡ってみていかがでしたか。真ん中が怖いんですよ、揺れるんですよ。怖かったです。お疲れ様でした。さあ神木隆之介。